ロモンの神言に曰く、知恵ある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみとなる。主は正しい人を飢えさせず、悪しき者の欲望をくじかれる。ここにマルコ・ベルニーニの魂を安らかに眠らせたまえ。アーメン。アーメン。さすがイタリア車は味があるね。おお、ルネサンス後期ですね。さすがフィレンツェの名だたる名家だ。いいですか、シニョール・キートン。私はあんな女に大切な孫娘を渡す気は毛頭ございません。ああ、いや、しかしベルニーニさん、法的にはフローラさんの母親に権利が。法律が何です。ああ、あの女は息子のマルコが死んだ途端、別の男を加え込むような女なのですよ。いや、それは。大切なのは環境です。私はあの子に最高の環境を用意していますわ。フローラさん自身の意思を確かめたいんですが。もちろん。あの子も母親のもとに帰る気はないと言っております。いや、しかしですね。フランコ、キートンさんはお帰りです。それにしても立派なお屋敷だな。これで見納めにするこったな。フローラさんの部屋は3階かな。見りゃわかるだろ。このお屋敷には3階なんてねえ。お嬢様のお部屋は2階のあの窓だよ。そう。とっとと失せな。ああ、そうするよ。母は恐ろしい人です。イタリアでも屈指の財産を持ち、欲しいものは何でも手に入れてきました。今度は私の娘を自分のものにするつもりなんです。マルコが生きているうちは何の興味も示さなかったのに、彼が亡くなった途端、私も迂闊だったんです。クリスマスのお祝いにフローラだけを行かせてしまったんですから。失礼。どなた？僕だよ。あら、あら、あなたとはもう。力になりたいんだよ。もう一度話さないか。いいえ、帰ってちょうだい。お願い。そうか、わかった。いいんですか？ええ、もういいんです。今の私にはフローラしかいないのです。あの子と暮らすことだけが私の望みです。あ、ああ、参ったな。フローラかい？あなたママが雇った探偵さんでしょ？さあ行きましょう。おばあさん知ってるのかい？おばあさまなんか大っ嫌い。そろそろ車を出した方がいいんじゃない？え？フランコ！フランコ！え？フランコは元ボクサーだって。あなたボクシング得意？行こう。
あちゃい、あちち。いや、その今夕食を作ってるところでして。そんなこと聞いてません。先週も休校、今週も休校、いい加減にしてください。一体何をやってるんです。あちち。聞いてるんですか、キートン先生。ですから来週の講義は必ず。もしもし。ああ。キートン先生、もしもし、キートン先生。どうしたの。モッツァレラチーズが切れたんだ。あれがなくちゃラザーニェが作れないのに。今買ってくるから。ラザーニェ。そう、ラザーニェアレミリアナ。外で食事しましょう。私ラザーニェなんて大嫌い。え、あ、そう。パパ、私がもう少し大きくなったらこういう素敵なレストランに連れてってくれるって約束してたのに。パパはダンスとラザーニの料理が得意だったわ。じゃあどうしてラザーニが嫌いなの。あ、ん、あなたって意外にハンサムね。ん、歳はいくつ。え、あの、待って、当ててみるから。きっと年より若く見えるタイプね。50歳くらい。ま、君から見ればいい線だ。素敵。8歳の時初めてパーティーに出たの。素敵だった。ママが私に夜の10時まで起きてていいって言ってくれたの。パパと踊ったわ、白いドレスを着て。ねえ、一緒に踊らない？な、ダンスは苦手なんだよ。嘘でしょ？私が子供だから踊りたくないのね。いや、本当にダンスは苦手なんだ。レディの誘いを断るもんじゃないわ。うわ、フローラ、車諦めよう。え？な、大人一人と子供一人、行けるところまで。ピサまでだね。探偵さんってもっとかっこいいと思ってたわ。私はダンス以上に荒っぽいことが苦手なんだよ。どうしておばあさんのところへ行ったの。ママを懲らしめるためよ。ママが嫌いなのかい。おばあさまも嫌い。パパが死んだのはママのせいだと思ってるの。復讐のために私を取り上げたいのよ。私を好きなわけじゃないわ。あなた独身。ああ、今はね、別れたんだ。あなたも一人ぼっちなのね。君にはお母さんもおばあさまもいるじゃないか。ねえ、キートンさん。ん？別れた奥さんのこと、もう忘れてしまった？いや。そうよね。一度人を好きになったら、たとえ相手が死んじゃっても忘れちゃいけないわ。それはどうかな。ねえ、このまま私とどこまでも逃げない？お父さんの保険金は全部私に入ってくるの。私お金持ちなのよ。知ってるよ。私結婚してあげてもいいのよ。嬉しいけど、私には娘がいるんだ。そうか、じゃあダメね。娘さんがいるんですもの。
どうしたんだい？怖い夢を見たの。パパが車ごと崖から落ちた時の夢。私、夢の中でパパと一緒に乗ってた。ママがその車を崖から突き落としてるの。ママ笑ってたわ。君のママはそんなことしない。君のお父さんはお酒を飲んで酔っ払って車に乗り崖から落ちたんだ。あの事故を調査したのは私だよ。そんなことわかってる。そんなことどうだっていいの。ママはパパが死んでから1年も経ってないのにアランって男の人と再婚しようとしてるわ。ああ、ひどいと思わない？パパはただ死んじゃっただけなのよ。私だけしかパパを愛してない。私一人ぼっちなのよ。私生きていたくない。今君が死んだら私の必殺のジョークを聞かせる相手がいなくなるじゃないか。必殺のジョーク？そう、傑作なんだ。学生時代の私の友人なんかそれを聞いてソ連に亡命しちまったんだ。信じないのかい？僕が嘘つきに見える？フローラ、君のママはアランとの結婚をやめるって言ってる。嘘。さっき君は僕が嘘つきじゃないって認めただろ。一人の人間が自分以外の人のために人生の幸せの何分の1かでも犠牲にすることは大変な決意がいることなんだ。たとえ自分の子供のためでもね。ママは君を一人ぼっちになんかしないさ。ママは君が帰ってくるのを待ってるんだ。たった一人でね。まだ眠れない？キートンさん。ん？明かりはつけておいて。ドアも開けておくよ。キートンさん、必殺のジョークは聞かせてくれないの？マルセイユに着くまでにね。じゃあパスタは？大好き。じゃあどうしてラザーニアは嫌いなのかな。あれは焼き皿って意味のパスタの一種なんだよ。フローラ。うっ、大丈夫だったかい？フローラ、おばあ様。シニョールキートン、一体どういうおつもり？私の孫娘をかどわかすなんて。おばあさま、違うわ。フローラ、あなたは騙されてるのです。奥様、こいつは誘拐犯ですし、痛い目に遭わせた方がいい。お気の毒ね、キートンさん。ま、なんだ、俺の顔がどうかしたか？ラザーニーでも食べたのかい？顎にチーズがついてるよ。ん？おー！あー！ん？うん？はあ。シニョールキートン、
いくら支払えばよろしいかしら。どういう意味です？孫娘の世話をしていただいたお礼ですわ。それとも誘拐罪で訴えられたいですか？おばあさま。フローラ帰るのです。あなたには言わなかったけど、あの女はパパが亡くなる前から別の男と付き合ってたのよ。そんな女のところに戻ってもろくなことにはならないわ。さあフローラ。知ってたわ。え、フローラ。私全部知ってたの。8歳の時のパーティーの夜から。フローラったらとても楽しそうだったわ。アンナ、それより僕たちの将来について話そう。フローラのことなら僕が面倒を見るよ。あら、私やっぱりできないわ。フローラは父親のマルコが好きなんですもの。だからもう少し待って。あんな男。ダメよアラン。君の旦那だって今頃は大酒飲んでどっかの女とベッドインの最中さ。あなたのキス、さっき食べたラザーニャの味がするわ。ラザーニャの味がするわ。かわいそうなマルコ、不死だらな女に裏切られて。ママのことを悪く言わないで。フローラ。ママがアランを好きになったのはパパのせいだわ。何を言うの、マルコは。パパは私にはとっても優しかったけど、ママには意地悪だった。いつもお酒ばかり飲んで、ママを殴って、平気でいろんな女の人と。おばあさまも知ってるはずよ。私ママのところへ帰るわ。何を言うの、許しませんよ。私、パパが大好きだった。おばあさまも。でも私、ママを愛してるの。わかりました。あなたのような娘は私の息子の子じゃないわ。あの女の娘よ。フランコ。さあ奥様。おばあさま、次のクリスマスにまた遊びに行っていい？勝手になさい。ねえキートンさん。ん？国境を越えたらすぐにマルセイユに着くわ。ああ、そうか。ある男が酒場で白熊と言われて腹を立てた。男は店中をぶち壊した挙句、やっとのことで警官に逮捕された。男は警官に、俺は怪我を忘れてきちまったが、本当は白熊なんです。だからちっとばかり暴力を振るっても罪にはなんねえでしょうと訴えた。すると警官が言った。君は暴力罪で逮捕されたんじゃない。君の罪は猥褻物陳列罪だ。すると男は言い返した。でも私は白です。キートンさん、私が大人になったら、そうしたら一緒にダンスを踊ってくれる？お嬢さん、では今踊りましょう。え？こんなに美しい月夜の晩だ。でも人が見てるわ。それにこんな子供と踊るの嫌でしょ？いや、この前とは違うよ。君はもう立派なレディーだ。ダンスがとっても上手じゃない。それに
必殺のジョークは全然面白くなかったわ。老人は言った。人生はスリルがなければ面白くないと。老人は笑った。この危機を楽しもうではないかと。老人は悪態をついた。雪は鮮血さえも覆い隠してしまうと。老人は語った。この世のどこかに隠された秘宝の話を。そして老人は叫んだ。次回、不死身の男。